おバカな人形。いつも頭の中は靴のことでいっぱい。ではそれを満たしてあげよう。もしくは靴のデコレーションにしちゃおう。もう一度泳ぎに出かけよう。こんにちは、ウェンズデー。そっかな？ありがとう。アルミホイルを敷いたら小さなプールを作る。素晴らしい。次は砂を入れて。おお、見て、お宝も。それからサンゴとパイナップル。なあ、あと水も忘れないでね。魚たちが過ごせる楽園だ。うわあ、僕のお気に入りの魚、プラスチック。プールサイドで食べるお菓子に勝るものはないよ。濡れない限りは。トイレの便座の蓋で乗り切ろう。これは調整が必要。プールのヌードルだとか使ってね。では試してみて、泳ぎと一緒に。かわいそうなグリマス、目が赤いよ。でも直してあげる。口も追加して、マーメイドに変身させてあげよう。エラを得たら泳ぎの時間だ。この靴は接着剤が必要そうだ。何か間違ってたかも。ハイヒールを取ろう。それを人魚のヒレにつけて、開いてみて。そしてそれをフリルで覆ったら、足をバタつかせて、の、かわいいボート。なあ、そんな、気をつけて。泳ぐ場所は気をつけてよ。尾を上げて、もっと大きな船が必要だ。プールのヌードルを結びつけるだけ。帆がしっかり固定されていることを確認したら、ステアリングホイールが必要だ。あー、セーリング、これぞ旅する唯一の方法。さあ、磁気探検を始めよう。うわー、何が取れた？金？いや、もっといい、フィジェットのおもちゃだ。伸ばしたり握りしめたりしてみて。バナナがどれくらい伸びるか試してみよう。そしてこのミツバチくんもよく遊んだ。あとは乾かすだけ。あ、人形の落とし物。でも心配ご無用。魔法のピルを締め出したら膨らんでいくぞ。これを着せてみて。アクセサリーも忘れずに。あー、割り算って楽しいね。早とちりしたみたい。心配しないで、このペットボトルもまだ使えるよ。
小さな井戸ができた。飲み物を飲みたい人いる？なあ、ナプキンがいる。なあ、風船から漏れてるよ。中身を見たら A がいる。新しい風船に入れたかったんだ。水と一緒に空気もたくさん入れてね。プールに散りばめたら水上だけじゃないよ。投げて遊ぶことも可能。お、ピンクのツバじゃなくて色が変わるマットだ。つからせたり足跡をつけたり、使い方は想像力を使って無限大に。果物は好きだけどハエは嫌い。大丈夫、包帯を手に取ったら色をつけて風船を覆うよ。乾いたらデコレーションをしよう。あとは果物を隠すだけ。うわ、シリアルだ。商品も忘れないで。おもちゃの車だ。トラックを作ろう。必要なのはプールヌードルと追加のプールヌードルのみ。さあ、エンジンをかけて、レースの時間だ。勝者決定。なあ、来客だ。彼はお腹が空いてるみたい。大丈夫、そのヌードルにはもっと穴を開けちゃおう。それからもっとヌードルを足して、ホースをつけたら自分だけの庭で使えるシャワーが出来上がり。普通のシャワーと同じだけど、これは屋外よ。ねえ、それってウォーターベッドじゃないよ。やり直そう。ゴムプールに枕をたくさん入れたら、さあ、今度こそリラックスする時間。うわ、スポンジだ。水を含ませたら細長く切る。束にして縛ったら水に投げてバスケットボールにシュートして楽しめるよ。サルサとナチョスよりいいものなんてある？プラスチック袋だって。じゃあそれに水を入れたらねじって切るよ。触手みたいになった。水に入れたらラメも入れて蓋を閉める。これでクラゲのおもちゃの出来上がり。自分だけの水族館もいいでしょう。積み重ね可能なおもちゃもいいけど、ドミノトラックは代わりにドミノを配置してくれるよ。ドミノを設置したらどうなるか見てて。大事な瞬間だよ。これはまさに四字熟語の栄枯盛衰。見て、
誰かが浜辺に打ち上げられた。A だ。長風呂が必要そう。さ、渦巻きを始めるよ。だいぶ綺麗になった。今度はチューブに捕まって。なあ、ユウさんが。ユウをどうしてくれようか。その目は少なくとも直せそう。肌の状態がひどいね。できることといえば、ヘビみたいに脱皮させることだ。最後にふんわりさせるよ。誰もバナナのことを気にかけてくれないの？大丈夫、再生させてあげる。ポップチューブがつなぎの役割を果たしてくれるよ。ヘビの目を加えれば S になった。でもまだ終わりじゃないよ。これで笑顔も作れる。これが日焼け止めだと言って。なあカモメ、弁当隠すんだ。待って、手助けしたいだけみたい。ほら、このペンで芸術性がよりアップするよ。まだ序の口、温めるよ。文字が浮き上がってくるんだ。ここで舌を出すのは危ないよ。そういえばその帽子気になってたんだよね。かわいい電気で動くアヒルだ。しかも専用の滑り台まである。あとはみんなを見分けられたら。これでいいね。それぞれにアルファベットを1文字ずつ。気をつけて、波が押し寄せてくる。もしかしたらこれで楽しめるかもしれない。まず消せるマーカーで絵を描く。水を加えたらどうなるか見てみよう。まるで食べられないアルファベットのスープみたい。あ、見て、ボトルだ。私を開けて。もちろん開けるさ。何か入ってるぞ。おおだ。水を加えて大きくたくましくなったよ。なんだそれ、砂まみれじゃないか。少なくとも隠してた糸は綺麗なままだ。針を使えば好きなものに変えられる。スポンジの最後のアルファベット E だ。でもそんなに謙虚でいる必要ないよ。クリーンの3番目のアルファベットでもあるんだから。見ろ、 U だ。顔がなくなる瞬間。君には水玉模様が似合いそう。もっといいのは濡れた見た目も見てみること。そうだな、メガネで試してみようか。このメガネで見える世界が色とりどりになるよ。グミより美味しいものはないね。だがこのクマさんたちには大事な任務があるよ。この P の型の中に入れて溶かすんだ。固まったら型を取る。
何回か噛むと F だ。他のアルファベットとも一緒に水に加えて。もちろん巨大な飲み物には巨大ストローが必要だよ。フルフルするお菓子に勝るものはありません。このサメも同意してるよ。新しいお菓子が必要そうだ。このお菓子はちょっと新鮮すぎる。新しいものを作ろう。大きなビスケットから切り出したら、それをフォンダンで覆っていらないところを切り取ろう。次に色を追加して、上に10匹の小さな豚を乗せる。これでもくすぐったがらないよ。さーて、砂のアヒル作り挑戦したい人いる？ちょっと待って、中に小さなアヒルがいる。これは新しいモデルかも。マシュマロのアヒルを作ろう。顔を描いて、たくさんの粉砂糖をまぶしたら、特別なホットチョコレートにぴったり。面白いことができるよ。猫の餌で形を作ったら、テイクアウトの注文みたいになった。15分でお届けします。それともファーストフードの方がいい？全員食べられる分あるよ。素晴らしい靴だね。借りてもいい？とても素敵な見た目なので、カップケーキでも再現してみよう。大事なことは、靴はいつもついであるってこと。出来たてパンに勝るものはないね。それが出来たてだったらの話だけど。さて、それならずっと保存できるようにしちゃおう。今中にワイヤーを足して、電気を消したらパンのライトをつける。昼ご飯は何？待って、詰めた動物って書いてある？まあ少なくとも電子レンジには対応。これはただのクマじゃないよ。何が違うのか見てみよう。うわー、卵だ。早速割ってみよう。黄身を集めたら形成してそれを焼く。そこに残った卵白を足して焼き上がるまで待ったら、ソーセージを巻くよ。新しい朝食ラップを楽しんで。次はヘアケア。でもその髪じゃないんだ。ホットドッグを準備して、上に乾燥パスタを刺す。目と口をつけて、大事な材料アイも入れたら、沸騰したお湯で茹でる。髪全体が柔らかくなるまで待ったら、大事な工程、髪を編むよ。
いい感じにできた。でも髪は短くした方が良さそうだ。うん、トースト。なあ、焦げ目がついてるのがお好みだといいけど。猫のクッキーカッターで再挑戦。今度は全身を作って、キャンディーで割れた筋肉とマシュマロのような胸筋を乗せたら、日焼けサロンへお連れして。顔と可愛いボタンのような鼻を足すよ。リボンを乗せたらハローキティの出来上がり。さあお楽しみの時間。スモアサンドイッチ美味しいでしょ。うん、ホットチョコレート。あれ、何か足りないな。溶かしたチョコレートを型に注ぎ入れて、綺麗な形にするために回してね。取り出したらマシュマロでいっぱいにして、側面に少し切れ目を入れる。それに親しみやすい顔をつけよう。グリマスター、美味しいホットココアバスへ入れてあげよう。ねえ、グリマスって名前の人はいつもみんなに笑顔を運んできてくれるんだ。すごい、このケーキ本当に綺麗。これを新しい携帯ケースにしよう。ここにもう少し足していくよ。グミを溶かして形成する。硬化する前に棒を加えたら、取り出して触ったり舐めたりもできるけど、カバーは忘れずに。とっても美味しい、缶ごと食べちゃいそう。ほら、いった。生地を取って、食用色素を加えたら丸めるよ。緑色になったらそれを平らにして、いくつか穴を開けて顔を作る。たくさん作って、油で揚げるんだ。牛乳と一緒に食べると美味しいよ。溶けちゃう前に食べてね。それはグミ部屋のオオグマ座だ。中を見てみよう。うわー、たくさんのグミ部屋。ワックスペーパーの上にそれらを並べたら、ヒーターをつけて、溶けたら麺を追加。折りたたんだら、上から粉砂糖をまぶして、さ、伸ばしてどうぞ。かわいそうなジェイ、溶けてる。あー、なんてこと。大丈夫、もっと作れるから。テーマに合わせて文字型を使い分けよう。まず顔を作って、そこに液体ゼラチンを注ぐ。固まらせたら取り出すよ。さあ舐めてみて。素敵なボールだね。でも魚用じゃないよ。綿菓子を溶かすよ。さ、中を覗いてみると、あ、母音が2つになってる。でも綿菓子でもっといろんなことができるよ。
文字を作ることだってできる。これで顔が完成。でもこの文字には消しゴムは必要なさそうだね。うわ、それは幻のスナザメだ。もしかして宿題をやってくれるの？違った、君のものを食べようとしてる。間に合った、少なくとも一部は。おっと、新しい靴が手に入ったね。大丈夫だよ、瓶のキャップを使おう。絵の具を塗って2つをくっつける。ラメをつけたらヒールに刺して、次はその穴もなんとかしよう。このフェイクファーを使う。そして忘れないで、右と左をマッチさせるんだ。大変、彼が携帯を奪いに来た。やられた、これじゃ文字が打てないよ。エアドライクレイを丸めてみたらどう？中にバネを入れて携帯にくっつける。そうそう、これは2つ用意した方がいい。風船を膨らませて、なあ、破裂する。割れたパーツは水着にするんだ。見て、これでまた携帯が使えるよ。君、本を見た目でジャッジするのは良くないな。僕たちならきっと直せるはずだ。可愛いアヒルたちを使ってね。見て、雪が降ってる。透明な封筒に糊を入れたら、青いラメで輝きを足そう。口を閉じれば、あっという間にアヒル池の表紙ができた。安心して、中のページは濡れてない。人形は無事みたい。頭はなくなっちゃったけどね。仕方ない、新しく作ろう。このエアドライクレイを使えば、彼女はどんなものにもなれるんだ。例えばオピラバードの鉛筆削りとか、くちばしを忘れずに、そして目も、もちろん羽も必要だ。どうやらお腹が空いてるみたい。あれ、いい、何かついてない？何でもいいけど絞り出そう。中に何かある。これは絵だ。この顔を見たら怒りも忘れちゃうね。あ、そうだ、ここに押し付けてみたらどうかな。グルーガンで砂の穴を満たして、早く乾く前にくっつけて、新しい鉛筆トッパーができた。見て、彼は消しゴムなんだ。悪い成績をサメに食べてもらおうかな。わかった、ホットグルーを使って人形の靴を作ったら、踏んでもらう。いらない F が綺麗に取れた。自分で成績をつけ直して、おっと、穴が開いてる。あ、でも修正テープがあれば楽勝だ。その努力に A をあげよう。
A といえば忘れるところだった。これはナノテープの出番だね。風船のように丸くして綺麗なボール型にするんだ。たくさん作ってくっつけていくよ。全部包めばまるでキャンディーみたい。食べられないけど潰して遊べる。おっと、そのサメには首輪がいるかも。やられた、ホイップがなくなっちゃった。それでもまだここにソーセージがある。忘れないで、どんな料理も素晴らしいんだ。そこにラブさえあればね。あとはたっぷりのお菓子も。こぼれないように密封して。あ、ランチが待ち遠しいや。他にも取られたものはあるかな。このカップは無事みたい。そうだ、ちょっとだけ切れ込みを入れたらオリジナルの可愛いサメになった。ここに針と糸を通して最後の仕上げを加えよう。すごい、彼女がゴミを食べてくれてるみたい。もしかしてあのサメと仲良くなれるかも。完璧なマッチングだと思わない？ああ、メガネが半分壊れてる。じゃあ足りない部分を足してあげよう。この 3D ペンを使ってね。サイドにもう少し飾りが欲しいな。こんなピンクの蝶々なんてどう？仕上げを加えてついに完成。これで君はみんなの人気者。ねえ見て、古い友達の絵だよ。いいもいる。綺麗にしてあげよう。石鹸を入れてすすぎを開始する。すごい、二人で新しい文字を作ってるよ。何を。のや、絵も喉が渇いてるんだ。君の喉を潤してあげる。タンクに注いだら上に置く。栓を外して注ぐだけ。なあ、爽快。しかもビタミン C 入り。乾杯しよう。大変、誰かライフガードを呼んで。安全に泳げる場所が必要だね。曲げられるペンを携帯ケースに巻きつけて。中に透明接着剤を絞り出すんだ。さあ、ラバーダックの時間だよ。A は自分専用プールを手に入れたね。おっと、悪い文字たちがいる。なんちゃって、ただのプレイドだ。じゃあ新しいおもちゃを作ってみよう。おお、すごい、レインボーパスタができた。ひとまとめにして平らにする。もちろん目も足してあげる。半分に切って口を作ろう。細長くしてスマイルをスライスする。
糸を通してネックレスを作ってみたよ。もちろん一番のスマイルは君の笑顔だ。チョコレート、なあ大変、全部食べられちゃってる。仕方ない、古いジュースのパックを出して、細かくカットする。この2つが使えそうだ。組み立ててアーチを作るよ。文字の A と同じ形だ。キャンディーを守る最高の友達ができた。他に何が隠せるかな。ライトを消して。それは何、やばい、ピエロだ。なんだ、ただの V か。ソーダを持ってきてる。空だけど楽しむことはできるよ。文字を足して線に沿って穴を開ける。終わったらライトをつけて、真新しいナイトライトだ。さあゆっくりお休み。それは指輪だ。しかも美味しい。永遠の命なんてないはずだけど、余ったプラ板に長い線を描いたら、端っこにスペシャルな絵を添える。これを切り取って熱風で温めよう。新しいリングになるまで縮めていく。ずっとこの形を保つことができるよ。もう昔みたいにクレヨンは作ってないのに。でも折れたピースはまだ捨てないで。このアルファベット型を満たしたら、全部まとめて溶かしちゃおう。乾いたら新しいクレヨンの完成だ。いろんな色が一度に描ける。虹の色だって作れちゃう。シャボン玉の時間だよ。思いっきり吹こう。まずはシャボン液に浸して。どこでこのアイテムを手に入れたかって。これはストローでできてるんだ。細かくカットしてつなげると、新しい形にすることもできる。バブルストローがたくさんあれば、たくさんバブルができるってこと。思いつく限りの形を作ろう。ドリンクタイムだ。あ、泣かないで。まあ起きたことを嘆いても仕方ない。っていうか案外面白そうじゃない。しっかり準備すればいいだけ。中にジュースを注いで、口は覆っておこう。準備完了。あとはカップを用意するだけ。欲しい分を注いで乾杯しよう。蓋をするの忘れないでね。おお、文字のグミだ。おやつにしよう。緑の E を全部集めたら、
全部まとめて潰していく。スライムを手に入れたようだね。うわー、すごく伸びるしベタベタしてる。ちょうどいい入れ物を作ろう。全部入ったのを確認して、上にカバーをつけたら、ほら D の文字になった。文字を変えるのがこんなに簡単なんて知ってた？うわ、蝶々だ！捕まえてみよう。なあ、帽子を取らない方が良かったかも。まあいいや、髪を切るよ。ストローを真ん中に置いて、蝶々の文字にするんだ。こうして羽を動かすこともできる。うわ、見て V だ。あ、それとも W かな。オーブンに何かある？ A だ。嗅いだことのある匂い、まるでチョコのお菓子みたい。虹色を手に入れたよ。文字の形に並べて、水を入れたら溶けるまで待つ。 CKE を作って、 A があればケーキの文字だ。うわあ、ドーナツを食べよう。こっちを見てる子がいるね。それはギョロメだ。取っておこう。いろんな食べ物に使えるよ。ちゃんと形を作ればもっとたくさん文字が作れる。何より素晴らしいのは、ドーナツを後に取っておけること。